ジエゴ・ダ・シューバ・コスタは、ブラジルセ・ルジッペ・シューラ・ガルト出身のサッカー選手。スペイン代表。ポジションはフォワード。ジエゴ・コスタ、ディエゴ・コスタなどと表記されることもある。名選手、ディエゴ・マラドーナにちなんでの名前だとは、本人の弁。16歳まで、ストリートサッカーをしていたが、2004年、サンパウロにあるバルセロナ EC の下部組織に入団した。バルセロナ EC では、 プロデビューすることなく、2006年2月1日、ポルトガルスーペールリーガのブラガに移籍し、数ヶ月間をリザーブチームで過ごした後に、自身初のプロ契約を交わした。2006年夏、半年間の契約で、リーガでオンラのンペナフィエルにレンタル移籍した。2007年1月、リーガエスパニョーラのアトレティコ・マドリードに完全移籍した。 アトレティコは150万ユーロを支払った保有権の50%を獲得している。2006から07シーズンの後半戦はフルスノブラガにレンタル移籍し UEFA カップのパルマ戦でブラガでの初得点を挙げた。2007から08シーズンはセグンダリディビシオンのセルタに2008から09シーズンはセグンダリディビシオンのアルバセテ・バロンピエにレンタル移籍し それぞれのクラブでレギュラーとしてプレーした。2009年7月8日、セルフィオアセンホプラスキンセントのトレードという形でバリアドリードに完全移籍した。ただし2009から10シーズン終了後にアトレティコに復帰できる買い戻しし、オプションが付けられた。序盤戦は調子が良く、出場した12試合で6得点を挙げたが、 中盤戦から終盤戦にかけての期間は一点しか奪いず、チームは西軍ダディビシオン降格という結果に終わった。2010年6月、買い戻しオプションを行使されて、移籍金100万ユーロでアトレティコマドリードに復帰した。2010年8月30日、スポルティング基本戦でラリーがデビューし、当初は、 セルフィオ・アグエロとディエゴ・フォルランの控えだったが、9月26日のレアル・サラゴサ戦では、アグエロの負傷欠場のために先発出場の機会を得ると、ホームの観客の前で決勝点となる遺跡後発得点を挙げ、その試合からリーグ戦3試合連続得点を記録した。キケ・サンチェス・フローレス監督は、調子の上がらないフォルランを控えに降格させ、ジエゴ・コスタの出場機会が増加した。 2011年4月3日、CA オサスナ戦では、チームの全得点となる、ハットトリックを達成した。2011年7月下旬、プレシーズン中に膝に重傷を負い、2011から12、シーズンの大半を欠場することになった。2012年2月、ラージョバジカーノでプレーするコスタ。2012年1月、ラージョバジカーノに6月までの期限付き移籍した。 二籍後最初の3試合で4得点を記録し、2月20日、レバンテ戦では2得点を記録した。最終的に16試合に出場し、10得点を記録した。2012-13シーズン、アトレティコに復帰し、コッパデルレイでは、ヘタフェ戦で2得点を記録し、レアルベティス戦でも得点を記録し、準決勝進出に貢献した。準決勝第一戦のセビージャ戦では2本の PK で、 得点を記録、第2戦では、自身の得点に加え、ラダメル・ハルカオの得点をアシストした。決勝戦のレアル・マドリード戦では、同点ゴールを記録し、チームの優勝に貢献した。コパデル・レイで8得点を記録し、クリスティアーノ・ロナウドを抑えて、得点王を獲得した。2013-14シーズン、リーグ戦初戦のセビージャ戦で2得点を記録し、 レアルマドリードとのマドリードダービーでは唯一の得点を記録し勝利に貢献した。2013年10月22日チャンピオンズリーグのアウストリアウィーン戦でチャンピオンズリーグデビューし2得点を記録した。2月19日 AC ミラン戦ファーストレグでナビのコーナーキックから得点。セカンドレグでも2得点し17年ぶりに準々決勝に導いた。 アトレティコでのコスタ2014年4月30日、チャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグチェルシー戦では、PK から得点し、1974年以来の決勝進出を果たした。リーグ戦では27得点を記録し、クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシに次ぐ得点ランク3位に入った。また1996年以来、18年ぶりにリーグ優勝を達成した。 チェルシーでのコスタ2014年7月1日、イングランドのチェルシーに移籍することで合意に達した。違約金は4000万ユーロとされている。15日、5年契約での移籍が完了した。7月27日のプレシーズンマッチで初出場を果たし、同じく新加入のセスク・ファブレガスのアシストから初得点を記録。8月18日に行われた。 プレミアリーグ第1節バーンディー戦で公式戦初得点を記録すると、その後のリーグ戦に試合でも得点を挙げ、8月のリーグ月間最優秀選手に選出された。9月13日に行われたリーグ第4節のスウォンジー式戦において、ハットトリックを達成した。2017年9月、アントニオ・コンテ監督との確執が表明無化し、作季チームの得点をうながら、 ダビドルイスと共に戦力外通告を受ける。今夏に新しく入ってきたアルバロ・モラタがチームに定着するとベンチ入りすらも許されなかった。彼は僕はチームを離れる。コンテが僕をこれ以上必要としていないと言ったんだって送ってきた。僕がどういう意味って返すとコンテは僕にテキストメッセージでチームにこれ以上必要なく。 チームに戻ってこなくてもいいって送ってきたとジエゴは教えてくれた。ジエゴ・コスタのような選手を失ってしまってはすべてが困難になってしまう。ビリアン、2018年8月9月21日にアトレティコ・マドリードとチェルシー・ fc がクラブ間合意したことが発表され、9月26日にアトレティコ加入が正式に決定した。アトレティコは夏の遺跡市場における補強が禁止されているために、 加入は2018年1月になる。1月3日の国王杯、リエイダイスポルティウ戦で復帰し、復帰後初ゴールを決めた。6日のリーガ、ヘタフェ戦では復帰後リーグ初ゴールを決めるが、直後のゴールセレブレーションが理由で2枚目のイエローで、退場となった。ヨーロッパリーグ準決勝はアーセナル戦セカンドレグでは、決勝ゴールを決め、決勝進出を助けた。 2018年スーパーカップでは2ゴールを決め、ライバルレアルマドリードを下しての勝利を助けた。2019年7月27日、プレシーズンにニュージャージー州で行われた ICC2019 でのレアルマドリードとのダービーでは4得点を決め、7から3での対象に大きく貢献するも、63分にダニエル・カルバハルト乱闘になり、レッドカードで多上した。 個人的な理由で、自らクラブに契約解除を求め、2020年12月29日に、クラブと契約解除で合意した。アトレティコには2006年に17歳で加入以降、公式戦215試合出場し、83ゴール、36アシストを記録した。また、ラリーがコパ、デルレー、ヨーロッパリーグ、2度のヨーロッパスーパーカップの5つのタイトルを獲得した。 2013年3月に、ブラジル代表に招集され、同月に行われたイタリア代表と、ロシア代表との親善試合に出場した。2013年10月、当時のスペイン代表監督、ビセンテデルボスケと話し合いの場が設けられ、翌11月、スペイン代表に初招集されることが発表、最終的には負傷のために招集は見送られた。ブラジル代表を捨て、 スペイン代表を選んだことに対して、当時のブラジル代表監督のルイス・フェリペ・スコラーリは、裏切りと批判した。本人は、スコラーリがロシアとの親善試合後にまた呼ぶと言っていたが、フォワードが何人か負傷していた状況でも呼ばれなかった。静かに待ってみたが、フィファ・コンフェデレーションズカップにも呼ばれなかったとし、そんな中、スペイン代表から声がかかり、それを重諾した。そしたら、 スコラーリが突然僕を求めていると話し始めたと語った。元ブラジル代表のペレは選ぶ権利は彼にある。スペインでチャンスを得てそこに留まることを選んだ。過去にブラジルで正当な評価を受けなかったと思っていたなら正しい判断だったのではと擁護している。2014年3月5日、ビセンセカルデロンで行われたイタリア代表との親善試合で再招集され、 初出場を果たした。アトレティコ・マドリードの本拠地であったビセンテ・カルデロンで行われたことについて、神様は僕がカルデロン。2014年10月12日の UEFA ユーロ2016予選、ルクセンブルク代表戦で代表初得点を挙げた。2018ワールドカップ。初戦のポルトガル代表戦では2得点の活躍で、チームの引き分けに貢献。 第2戦イラン代表戦では決勝ゴールを決め決勝トーナメント進出を助けた。アトレティコマドリードチェルシー FC。ありがとうございます。